皆様こんにちは。バイマバイヤーのアスインこと長澤みどり子です。本日のアイテムをご紹介したいと思います。本日はこちらブラックが大人っぽいサンローランのアイテムになりますが、こちらの手帳箱を開けますとこういう感じでダストバッグとこのカードが付いておりまして、中はですねこちらになります。ユニセックスアイテムとして販売されておりますが、主に男性の方に使い勝手がいいかなと思うこちらのジップのカードケースですね。こちらにジップが付いておりますのでコインケースになっておりますが、外側にこちらカードが5枚、1、2、3、4、5、5枚、こういうふうに入るようになっております。すごい便利ですね。小さくて内ポケットに、ね、こう入れていただいても外に響かなくて使い勝手がいいかなと思います。こちら素材がカーフの片押しでこういう感じで黒子の模様になっております。でカーフで片押しなので黒子のここのポコポコが抜けてきちゃうっていうことはないと思いますので、そういう点安心して長く使っていただけると思います。サイズがこちら 13.7.5 の薄さが 0.5 ということで薄型タイプです。小銭入れもちょっとねちょこっと入れたい方にこのぐらいの大きさですので、たくさんは入れれないんですけども、小さめに持っていただきたい方にはすごくいいかなと思います。本日はサンローランのジップカードケースご紹介いたしました。それではまた。